どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、僕が作ったホットワーズのレイズスカルプ、これの商品紹介と使い方について紹介します。早速ですけど、皆さんお顔って化粧水つけたり乳液つけますよね。それはなぜつけるか、お肌をきれいにしたいだったりとかね、たるみだったりとか、そういったことをね抑えて美しくしたいから皆さんつけますよね。ですけど頭皮ってケアしてないです。根本で言うと頭皮とお顔って一枚の皮でつながってます。なので頭皮ケアを一緒にすることによって髪の毛のエイジング効果があったりとか、顔のねリフトアップ、たるみだったりとかにも効果が出ます。なのでね、美しく保つために毎日使ってもらいたいっていう思いも込めて、このオトワズのデイズスカルプを作りました。デイズスカルプ効果が2つあります。まず1つ目は頭皮を潤わせて保湿をする。化粧水をねつけなかったりとかしたら、頭皮も乾燥してきます。乾燥するとやっぱかゆみが結構出てくるんですよね。かゆみが出るとやっぱりね、かきむしったりとかして少し傷がついたりとか、それによって炎症が起きます。で最終的にね、フケが出てきたりとかするっていうことにもなるので、それを防ぐことができます。もう一つは寝癖をつきにくくする、こういった効果もあります。寝癖をつきにくくするということはどういうことかというと、夜寝てる時にね、寝汗を抑える効果があるんです。なので寝癖がつきにくくなる、こういった効果からも得られます。で毎日使っていくと頭皮触るじゃないですか。頭皮を触ると簡単にですけどマッサージしますよね。そうすることによって髪の毛のエイジングだったりとか、お顔のリフトアップ、こういったことも効果が得られます。なので毎日使うことによって若々しさが保てますよ。では早速つけ方をやっていきます。蓋があるので蓋外してもらって、基本的にお風呂上がりにつけてもらったら一番いいかなと思いますので、お風呂上がりにつけていきます。つけ方なんですけど、頭を前の部分、あと後ろの部分で、サイドのこの部分で、こちら側のこの部分、この4箇所にドバドバドバとつけていきます。まずね、この辺の部分をトン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 とつける。で後ろ、ここら辺ですねをトン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 とつける。で次にこの横の部分をトン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 とつける。でつけながらね、ちょっとなじましてあげてもいいと思います。もトン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 とつける。この4箇所につけました。これをちょっとね伸ばしていってあげる、全体に。こうすることによって全体が保湿をされます。である程度全体ついたなと思ったら、少しだけでもいいのでこうね、頭皮を動かすような感じでマッサージしてあげる。これで OK です。はい、こんな感じでね、つけ方についてもご紹介させてもらいました。基本的にね、夜お風呂上がりにつけてもらう。で朝スタイリングされる時につけてもらっても OK です。そうすることによってね、頭皮の匂いが気になる方も少しこれで匂いも抑えれますので、よかったら朝と夜ぜひ使ってみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。概要欄にねリンクも貼っておきますので、ぜひオトワズのデイズスカルプ使ってみてください。